時刻は2時30分、放送が終わって1時間経ちました。ここはスタジオがある建物、コンボックスの屋上ですね。雨降ってますよ、すごい。ね、ここからですね、まあ、いわゆるスタジオウィッシュで放送を行いたいと思います。放送後期やりたいと思います。皆さん、今日もありがとうございました。10月23日、金曜日、今日で877回目、フライデーブランニュークルーズ、無事終了。いや、今日はですね、ちょっと昨晩飲みすぎちゃいまして、まあ飲酒運転じゃないですけれども、いやー、お酒が残りますね。反省、ちょっと反省です。朝のうちはちょっと声がガラガラしちゃって、まあ、なおかつ、カミカミだったと思うんですけど、すいませんでした。さあ今日はですね、先週先々週がイントロ洋楽編と邦楽編でこうバーって来たわけですけど、まあそうなると当然ね、あのリクエスト曲がいっぱい来るわけで、まあ音楽に溢れたなんか FM らしい番組になったんで、まあ今週もですね、あのまあ歌をいっぱい書けようと思って、歌詞考えてみたら、このテーマはもうこの番組17年やってますけど初めてだっただと思います。イントロってのは多分ね、前やったと思うんですよね。だけど、歌詞に絞ったっていうのは初めてで、なんかやっぱりその、この歌詞に背中を押されたとか、この歌詞に救われたとか、この歌詞に勇気づけられたっていう、この言葉フレーズに勇気づけられたっていうメールがたくさんあって、やっぱ歌の力とか言葉の力ってすごいなと思いました。ね、面白いメールもね、たくさんありましたよ。ジョニーさんは、山本ジョージさんの道のく一人旅、これ、お前が俺には最後の女っていうあのサビ、昔彼女の前で歌いましたが、ピンとこなかったみたいです。あとは、やっぱり来たなと思ったのが、ふんわりこさんの、石川ひとみさんの、待ち伏せ。これもね、だって、好きだったのよ、あなた。ね。胸の奥ずっと、必ず振り向かせるっていうふうに断言してますもんね。あと、これ書けなかったんですけど、アミンの松は、ね。私松は、いつまでも松は、他の誰かにあなたが振られる日までですから。昔の歌詞は怖いね。でも、その当時ってそんな風には聞いてなかったし、今考えてみると、いや、もう怖い歌詞がいっぱいありますよね。だから、ダウンタウンブギウギバンドの、ねえ、港の横、横浜横須賀だってすごい歌詞で、あれが、秋陽子さんのデビュー作だっていうのは、まあ、そもそも子供の頃これが、女の人が作詞したなんて思わなかったし、しかも秋陽子さんのデビュー曲だったと今日知りました。ねえ、ありがとうございました。恵子ちゃんは、赤いスイートピー。この歌詞もね、さすが松本隆さんで、タバコの匂いのシャツ。確かに子供の頃って、ね、ピンとこなかったかもしれないけど、あなたが時計をチラッと見るたび、悲しい、泣きそうな気持ちになるのか。ねえ。あれも今聞いてもキュンとしますよね。うん、赤いスイートピーは名曲だ。それから、ガッちゃんは、昨日が誕生日。おめでとうございました。ガッちゃん、59ですね。59。59歳。ガッちゃんの場合は、曲を聴くとき歌詞が頭に入ってきません。まず、リズム、それからメロディー、裏メロ、バッキングの順番で聴いているようです。声も楽器の一つとして認識しているんで、歌っている内容にはこだわったことがありません、という。こういう方もいらっしゃいますよね。それから岡山の瀬戸ちゃんは、大学生の頃からのファンである岡村孝子さん。まあ、さっきちょっとアミンの話出ましたけど、夢を諦めないで。これは、私には応援歌として就職活動の時や社会人になってから恋愛の時と様々な節目の苦しい時、疲れた時に勇気づけられてきました、と。カエルケライさんのやつは、僕も同感なんですよ。夏の日の1993。これ名曲じゃないですか。で、僕もこの番組でしょっちゅう夏になると書けるんですけどね。でも、書けながら、あとカラオケで歌いながら、
ちょっとどうかなって思う歌詞なんです。まあ皆さんもお気づきの通り、これね、普通の女と思っていたけど、ラブとか、僕には合わない人だと思ったとか、で、それが、まあ、カールケラーさんは、その普通の女っていう、女っていう言い方自体も上から目線だと。あとは、服の上からは測れないねっていう、その、要するに、普通の、ただ単に平凡な女性だと思ってたのに、海かなんか行ったんでしょうね、仲間内で。脱いでみたら、眩しい、好きになっちゃったっていう、ね。この、水着姿で好きになるってどうなんだ、モラハラか、セクハラ、男尊女卑じゃないのかと、必要以上にエキサイトしてしまう、もう、いつもプンプン怒りたくなる曲だって、そういう風に思ってる人たくさんいると思いますけど、でもね、曲調はいいんだよね。だから、なんか、こう、非常に、まあ、なんとも言えない、今となってはね、その歌詞を変えられないしね。ユッキーさんは指導の VIP、VIP でいいんですかね、という曲に出てくる、下を見て笑うよりも上を見て絶望したいという歌詞。ね、今の自分は下を見て笑っているのか、上を見ているのか考えさせられたというね、曲です。ちょっと聞いてみますね、これね。うん、だから本当にやっぱり皆さんから紹介いただいたんですが、かけられない曲が結構あってね。でも今、ほら、ね、すぐ YouTube で聴けたりとか、あとはすぐダウンロードできたり、あと視聴できたりするから、皆さんもね、こう、本当にこう、聞いてみたらいいですよね。大洗のゲーマーヒロンさんは、チューリップのサボテンの花ですと、ある時じっくりと歌詞を追ってみました。そしたら、失恋のとても悲しい歌詞だったと気づいて、戸惑いました。独身だった頃に、カラオケでこの曲を歌いたかったんですが、その場に、好意にしていた、またちょっと好きだった人が、気がある人がいたので、封印してしまいましたと。その人は今の奥さんではありませんが、懐かしい思い出です。カラオケで歌うときに、僕はちょっとすごい好きだった女の子と二人でカラオケ行ったことがあったんです。で、まあ、特に何も、こう、告白するとかそういうのなかったんですけど、その彼女が、突然椎名林檎の、ここでキスしてっていう歌を歌い始めて、え、どうしよう。え、これはもしかして、どうなん、どう、意味があるのかなとか、いや違うよな、なんか本当にこうキスしたら何してんのってこう引っ叩かれるんじゃないかなってしなかったんです。ただもう本当何年かして、もう二人とも大人になって、まあ当時何歳だったか、30歳ぐらいだったかな、ね、28歳とかそんな感じだったんですけど、まあお互い40ぐらいになった時にね、そのこと話したんです。覚えてる、椎名林檎のさ、ここでキスして歌ったじゃん、あの時ちょっとドキドキしたんだけどって言ったら、あの時もしキスしてくれてたらお互い違う人生になってたかもね、だってまあその子ももう結婚されてるんですけどね、そのね、いろんな思いで。アイラブグレックさんは、希望の轍、津波。まあ津波ってね、こうちょっと東日本大震災の後ね、なかなかこうタイトルがタイトルなだけでかけられなくなっちゃいましたけれども、非常にいい歌なんですけどね。あとルンルンルミちゃん、これね、ライオンハート、君はいつも僕の薬箱さから始まりますよね。で、脚本家の野島伸司さんが作詞家として描く世界観に度肝を抜かれました。ライオンのオスが命がけで必死にメスを守る姿をモチーフにして書かれたようです。包み込む、優しく包み込んでくれる歌詞に感動しました。ライオンハートがリリースされたのが2000年の8月なんですよ。で、ちょうどそれ、まあ、娘が、神さん、まあ、元神さんですけど、神さんのお腹の中にいる時だったんですよね。で、これからまさに自分が父親になるっていうタイミングでその曲がリリースされて、もう聴きながらね、いやーなんか、もうグッときましたね。頑張っていかなきゃなっていう気持ちにもなったし、で、ちょうどこの間の日曜日に、娘の成人式の前撮り写真があって、まあ、元嫁と、俺と、あとは、娘で、3人でね、写真を撮ったんですけど、まあ、なんかこの曲のことを実はね、思い出したんですよ。だから、ライオンハートをさっき書きようかなと思ったんですけど、もう一つリクエストいただいた、オレンジを書きましたけど、オレンジもいい曲なんですね。うん。肉蔵45さんもですね、これは、
エレファントカシマシずれてる方がいいっていう8年前に公開されたのぼうの城の主題歌でした。この映画は私の故郷である埼玉県行田市が舞台で、豊臣秀吉が唯一落とせなかった城が埼玉県名の発祥の地行田市の推し城というところで、成田長近が石田三成の水攻めに遭いながら成田軍500人石田軍2万人の戦に勝ち推し城を守るという実話を元に描いた映画ですと。その主題歌がずれてる方がいいと。これボーカルの宮本さんがね歌うその世界観もすごいんでしょうね。そしてですね、りょうさんはね、悲しみは雪のように浜田省吾さんですね。これ面白かったです、その当時人気のママさんはまだ独身でよくカラオケに行って歌ってたそうなんですけどね、この曲を。その年のその店の人気のママさんはまだ独身で、でもいい人を探していて、結局そんなに男前でもなく、でも優しいあるお客さんと結婚しました。その時にママさんにボソッと言われたのが、この歌の歌詞で誰もが愛する人の前を気づかずに通り過ぎていくってその通りだねこの歌が、歌詞が結婚へ後押ししたのであればよかったのかなと思ってます。面白いね、相変わらず。さあ、そして今週のメール大賞を発表します。メール大賞を発表します王様の耳はコードくんの耳さんです。私の人生の一大転機となった最強歌詞を持つ楽曲が愛子の花火です。その中の歌詞、疲れてるんならやめればがそれです。当時新卒で入社した会社では営業職をしていました。朝は7時過ぎに出社し、夜会社を出るのが9時過ぎが当たり前という生活を送っていて、今となって思うんですが、過労から来るノイローズが鬱になっていたんだと思います。仕事のことを考えようとすると頭の中が真っ白になったり、布団に入っても全然寝つけないなんてのが日常茶飯事。そんな時、仕事から帰る車の中、ラジオから愛子の花火が流れてきて、この歌詞が、だから、疲れてるんならやめればという歌詞がストンと胸に落ちてきたんです。そうか、仕事辞めてもいいんだということに初めて気づかされました。退職を決意すると胸がすごく軽くなったのを今でも覚えています。楽曲の持つ意味とはまた違った捉え方をしましたが、あの時に気づくことを促してくれた愛子の花火の歌詞が私にとっての最強歌詞です。メール大賞、素晴らしい。王様の耳はコオロギの耳さんでした。ありがとうございました。その他にもたくさんいただいたんですがね、すみません、全部読めませんでした、かけられませんでしたね。ガッちゃん、シカちゃん、岡山の瀬戸ちゃん、カエル家来さん、名取市の純白のドンペリさん、平凡ファミさんにユッキーさん、大洗のゲーマーヒロンさん、東海ハーちゃん、リョウさん、王様の耳はコオロギの耳さん、バスコゾウさんにジョニーさん、ケンゾウさん、ふんわりこさん、ケイコちゃんにアイラブグレックさん、ルンルンルミちゃん、デリさん、タカピーさん、ニクグラ45さん、ヒラメ建築設計ちゃん、カイ君のおばちゃん、水戸のマサノムさんにこたつ猫さん、兵庫のサチボンさん、ザナイツさんにヒーコさんといただきました。ありがとうございましたね。いやー、皆さんからかけていただいたね、このメールたくさんいただいて、なんかこう皆さんいろんなさまざまな人生の中に大切にする歌が、そしてフレーズがあるんだなということに気がつきました。いやー、いい放送だった、ありがとうございました。まだね降ってるんですけどね、今日も気をつけて帰りたいと思います。来週もテーマを設定してブログまたは SNS にアップするんで楽しみにしててください。今日もありがとうございました。